皆さん、こんにちは。今日はあたちの名前の由来についてお話しします。あたちの名前は、小さい豆と書いて、こまめと読みます。普通は、あずきと読みますが、飼い主さんは、こまめにしました。なぜかというと、実は、あたちが家族になる前から、ここには、飼い主さんが大好きなあずきちゃんがいたからです。あたちもあずきちゃんのことが、すごく、大好きです。飼い主さんはあずきちゃんを漢字で、あずきにしたかったみたいですが、飼い主さんのお母さんが、市に届け出を出す際に、ひらがなで、あずきにしたそうでしゅ。なので、飼い主さんは、もし次、てきちゃんを迎えるときは、あずきと書いて、こまめにしようと、決めていたそうでしゅ。こうして、あたちの名前は、飼い主さんに出会う前から、こまめと決まっていたそうでしゅ。初めて会ったあの日、あたちをこまめと呼んでくれました。知的なお名前ありがとうです。これからもいっぱい呼んでね、飼い主さん。